ナルセは、日本の男性歌い手、ニコラッパー、作詞家である。血液型は B 型。長崎県出身。イメージカラーはピンク。2013年3月23日、当時18歳で、ニコニコ動画にてオリジナルのラップ曲である、エモーショナルを投稿し、活動開始。ツイッターフォロワー数は40万人。関連動画の総再生回数は5億回を超える。 活動者である。ピンク神美少女のアイコンと低音ボイスで放たれるラップとのギャップが人気の理由の一つである。2016年に自身初のソロ EP ネガティブを発売。2014年に発足したインターネット発ヒップホップ集団ステディオラマのメンバーとなる。2015年から x y g ツアーに参加し、2019年の横浜アリーナ公演にも参加。 2017年には、歌い手の荒木と共にアルバム、ウィル・オーウィスプを発売し、同タイトルツアーを開催する。また、同年から開催された、マフマフ主催の、引きこもりたちでもフェスがしたい。にも出演。埼玉スーパーアリーナや、幕張メッセ、西武ドームの舞台にも立った。2020年1月には荒木、めいちゃんと共に、あらなる名として、活動開始。 同年4月には、ツイッター、10月には、YouTube チャンネルを開設し、毎週水曜23時からの生配信を中心に、歌ってみたの投稿や、ライブツアーなど、精力的に活動を行っている。名前の由来は、実在する名字の、ナルセで、本名ではない模様。スペルが、ナルセではない理由は、9は、 アルファの象形文字であることから使用されており、本人によると、イキリです。正直。とのこと。また、U が抜けているのは、本人のタイプミスが原因である。2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。ありがとうございます。